直美さん、休んでる間私のやっている仕事を若い子がやっていて今もそうです。私は依存症とパニック障害、不安障害です。今は誰もできる簡単な仕事がもらえなくなり、もう必要なくなったかと感じています。辞めようかと思うのですが、どうしたらいいんでしょうか。仕事で休職してる間に誰かそのあなたの仕事を代わりにやるということは、これはもう当然のことであり 100% そうなりますよね。だからそうなった時に自分は必要ないかと思って辞めたらいいのですかってことなんだけど、カバサー的に言いますとですね、別に仕事辞めるとか辞めないとかそういう重要なことは病気が治ってから考えればいいので、さっさと今の病気を良くしていくということが一番重要ですよっていうことに尽きるんですね。だいたい病気が調子が良くない人に限ってそういうふうにいろんな過剰な心配をしていくわけですね。私の仕事が誰がやってるのかしら、その仕事はちゃんとできてるのかしら、ちゃんとできていなかったら、ああ私が行かないといけない、早く直せなきゃいけない、ああどうしようどうしようって心配になるし、その人がちゃんと仕事ができていたら自分の仕事を奪われてしまったわ、ああどうしようどうしようって心配になるという、結局のところ仕事を休んでいても気が休まらないです、ほとんどの人っていうのは。だから病気が治らない、治りづらいということですね。いつまで経っても良くならないということになってきますよね。なので今は多分仕事休職中だと思うんですけど、仕事の休職中にやるべきことっていうのは病気を良くするということ、病気を回復させていくということですよね、はい、ということで皆様が仕事を休んでる間にね、皆様がやるべきことっていうのは、心配事をすることはあなたがやるべきことではないんですね。のんびりとするっていうことと、休息を取るっていうことと、ちゃんと休むってことが一番重要です。だってそうでしょ、そのために休んでるんだから。のんびりできないとしたならば、休んでる意味がないわけです。自分の仕事は誰がやってんだろう、自分の仕事うまくやってんだろうか、あの案件は回ってるんだろうか、私がせっかく今まで一生懸命やってきたのにちっとも進んでないんじゃないだろうか、ああ後輩に任せた、あの人は本当に無理だから私がやっぱり戻らなきゃなんないんじゃないか、何でもいいんですけど、皆さん心配しすぎなんですね。だからそんなに心配してる状況で毎日毎日家で寝転がったりしていても、病気が良くなるはずがないですね。心配や不安なことを考えれば考えるほど治りづらくなってくるわけですから、ぼーっとしてですね、のんびりしてゆっくりとですね、何も考えないでいられるというのが回復のために必要な条件です。リラックスですね。あなたに必要なのはリラックスです。メンタル疾患の患者さんに限りませんけども、お疲れモードの人に必要なのはリラックスなんですね。休むという形ですね、のんびりするという形。それができないということは休まってないということです。良くならないということです。悪くなるということです。せっかく休職していても何の意味もないということですね。時間だけが経っていくということです。時間が経っていくということは治りづらいということです。いつも言ってますけどね、早く病気になったらさっさと治した方がいいわけですから。そういったことを考えると、今の質問の方も自分の仕事が奪われてもう辞めたくなりましたっていうふうに思うかもしれないけど、そんなこと考えてる人あったら早く病気を良くしろよっていうこと以外のアドバイスっていうのはないと思うんだけどね。病気が良くないわけだから仕事が与えられることもないわけだし、元のようにちゃんと仕事ができればそれなりの仕事今までずっとやってきたわけだから同じように仕事ができると思うんだけど、病気が治ってない、病気の調子が悪いから仕事も与えられないし、会社での居場所がないなというふうに感じるわけですもん。さっさと回復すればいいっていう、それだけの話だと思いますけどもね。なので何でも回復しないんであれば辞めるしかなくなるので、自分から辞める必要はないと思うけどもね。逆に今辞めたら、あなたが回復して元の状態まで仮に良くなったとした時にものすごく後悔すると思います。次に仕事探してもですね、今と同じような条件や待遇のところのいい条件の職場が見つかる可能性は非常に低いですから、あんまりすぐ辞めない方がいいですね。あといつも言ってますけども、病気の状態において重要な判断をすると後からほぼ 100% 後悔します。なので今病気で療養中なので、調子が悪いわけだから全てをネガティブに捉えてネガティブに判断しますね。今の状態で判断すると、常にものすごく正常な状態がここだとするとめっちゃネガティブに偏っているので、早く仕事を辞めなきゃいけないとか、私ってなんてダメな人間だろうとか、そういう判断しかできなくなってしまっているので、後からほぼほぼ 100% 後悔するんですね。なので今の状態でいうと、後輩に仕事を奪われてしまったので辞めた方がいいですかっていう相談なんだけど、辞めると後で 100% 後悔しますよってことだけをお伝えしますね。その上であなたがどういう判断をするのかは自由だと思うんですけども、非常にネガティブなね感情が強い状態においてですね、重要な判断をしない方がいいっていうのは精神学における一般的なアドバイスとして、全ての人にね共通するアドバイスと言えると思うんですけども、どうしても辞めろ、お前辞めろっていうことを言われていろんな圧力がかけられてるのであれば別ですけども、通常休職期間って決まっていて、1年とか2年とか3年とか会社によって、あるいはその今までどれだけ勤めてきたかとか、そういうことによってですね、期間って決まってるわけだから、ギリギリ休職してその間に良くならなかったら辞めるというふうにすればそれでいいわけなんで、慌てて辞める必要性っていうのはこれっぽっちもないですね。あととにかくマイナスに考えるの辞めた方がいいと思うけどね。自分がいない間他の後輩が仕事をちゃんとやってくれる、後輩が育ってくれて、あ本当に素晴らしいわ、いや私もゆっくりとのんびりと休めて本当良かったわっていうふうに捉えればいいわけなので、どんなことでもネガティブ
ティブに捉えようと思えばネガティブになるし、ポジティブに捉えようと思えばポジティブになりますよね。例えばあなたの後輩があなたの後釜として今仕事をやっていて、それでミスを連発していて、大失敗を連発していて、取引相手に対して迷惑な損害を与えているとしたならば、それはそれでまたあなたも心休まらないし、心配や不安が強まってくるわけですね。だから何が起こっても常に心配なんですよ、病気の状態っていうのは。だから後輩がうまくやっていようが失敗しようが、どっちでも心配だし、どっちでも嫌になってくるわけですね。どっちでもストレスになってくるわけですよ。だからそんなことはとりあえずあんま考えないようにしてるように専念するというのが一番いいと思いますけど、良くなってから考えればいいのでね。あなたが十分に良くなってから本当に会社に、その会社に戻るべきかどうかを考えればいいわけなので、今すぐ決める必要は全くない。慌てて決めれば決めるほど後で後悔しますよっていうことなので、メンタル疾患で療養中で判断量が下がってネガティブにしか考えられない状態において、重要な決断というのはできるだけしない方がいいですね。うつと判断力の重要な関係。ポムさん29歳女性、軽めのうつと診断されています。あまり関係良くない上司から元気に見えるので仕事を増やすと言われたのをきっかけに部署移動の希望が強くなりました。うつの場合、大きい判断や決断は先延ばしにした方がいいと聞きますが、いつになったら判断していいのですか。これ重要な話なんですけど、うつになると判断力、注意力、思考力、記憶力、意欲、モチベーション、やる気、おおむね脳の中の全てのパワーがドーンと下がっています。判断力にかけない、注意集中力も下がる、記憶力も下がる、うつがひどかった時のことを覚えてないっていう人もいる。ずっとぼーっとしてた状態になっちゃう。これがうつの一つの状態ですね。なのでそういう状態において重要な決断をすると 100% 間違えます。だってぼーっとした状態なんですから、そこで重要な決断をすると間違えます。よくあるのが、うつになった、もう会社にも迷惑をかけたくないので辞めます。いやいや、とりあえず休職すればいいので辞めなく方がいいですよ。いや、辞めます、もう辞書を出しましたって言って、後から元気になってから、なんであの時辞めたんだろうって言って、今もう一回戻りたくても戻れないってなっちゃってるね。あと離婚する人もいますね、うつになってね。家族に迷惑をかけたくないって言って離婚しちゃって、後からなんで離婚したんだとか言って後悔する人とかいますけども、うつの状態におきましては必ず判断を間違えます。 100% 間違えると言ってもいいでしょう。だって悲観的になってネガティブ思考がピークになるのがうつなわけだから、とにかくネガティブで判断しかできなくなってしまうのがうつの特徴ですね。なのでそういう状態に置かれまして、何か重要な判断をした場合において、大体失敗するというのがよくあるパターンです。だからとりあえずもうちょっと良くなるまで判断を保留にしたらどうですかっていうのが精神科医の先生は言いますね。さっき言ったように会社辞めますって言うけど、とりあえず半年休職したらその後会社辞めりゃいいので、離婚しますでもとりあえずちょっとうつ良くなってから離婚したらいいんじゃないということですね。で今もこの質問の方におかれましては、部署移動はいいと思いますけどもね、部署移動して良くなる人は多いです。でも部署移動させてくれない会社が多いんだよこれね。今の仕事をして今の上司との人間関係の中だったり、あるいは今の職場の人間関係の中でなんか大変なことがある、あるいは今の職場の中で自分が業務が合っていないとかいうことでメンタルダウンする人が多いので、部署移動は意外とメンタルを改善する切り札にはなります。行った先の部署がどういうところかっていうのももちろんよりますけども、なので部署移動を出すっていうのはそんなに悪いことではないなっていうふうに思いますね。一方で変化に弱いっていうのが人間であり、メンタルの患者さんにおかれましては特に変化に弱いです。だから新しい部署に行って良くなる人もいるんだけど、悪くなる人もいます。新しい仕事とか内容になっちゃって、そこに適応できない、新しい仕事を覚えられない、迷惑をかけてる、あーって言ってまた鬱が悪くなる。だからこれは部署移動した方がいいのかしない方がいいのかって難しい問題です。なので主治医の先生とよく相談してほしいなと思うんですね。ある程度良くなってからの方がいいです。何か重要な決断をするのは、ある程度良くなっていくっていうのは仕事などに支障がない程度に働ける程度ですね。なのでこの質問の方にあられましては、たくさんの仕事を振られると辛いっていう状態なんで、まだ万全な状態とは言えないわけなので、まだまだそういう判断などにおかれましても慎重にやった方がいいんじゃないかなというふうに思います。そういう何かを決めたり判断するっていうことは主治医とよく相談してやった方がいいと思いますね。そうでないと後から後悔することがとても多いです。ということで、うつやメンタル疾患の患者さんっていうのは思考力や判断力や注意力や集中力といったような考える力というものがものすごく低下していますので、何か重要なことを考えたり判断するのはある程度そういう脳のパワーが元に戻ってだいぶ症状が良くなってからにした方がいいと思います。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。上手な休息術。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、
今日は群馬県榛名港よりお届けしています。質問いただきました。みょうちんさん49歳女性、うつ病適応障害です。平日は仕事に行けますが、休日は時間があっても何にもやる気が起こりません。頭の中で何も考えないようにしているのが正しいのかも。うつ病になってから10年くらい経つのですが、このままでいいのか疑問です。何もしたくない時にどうしたらいいのかという状態でございますけども、休養休息ですね。だいたいうつ病になるような人っていうのは休養休息が下手なんですね。どういうことかというと、ソファーにおこだわりながら、もしこのまま病気が治んなかったらどうしようとか、今日も不安になって私なんで調子が悪いんだとか、ずっとネガティブなことを一日中考えてたら、それは全く休息の意味がないんですね。体はこうやってのんびりしてるから、休息効果休養効果っていうのが得られてると思ってるかもしれないけど、頭の中が真にリラックスしてポジティブで楽しい状態になってないとしたら、それは全く休息の意味がないってことですね。で、実際うつの患者さんってそういう人が多くて、2週間の休養休息って言ってて、2週間ぐらいで良くなる人もいるんですけど、良くならない人ってのは常に休みの間も仕事休んで、会社に迷惑をかけてどうしようとか、会社に戻った後に普通に働けるかしらとか、そんなことずっと一日中考えて、2週間会社を休んだとしても何の休息にもなっちゃいないし、病気も良くなるはずがないんですね。だから、休む、休息する、休養する、療養するっていうのは、頭の中からそういう不安やネガティブを取り出して空っぽな状態にして休むということがですね、本当の休息です。上手な休息って形になりますね。そういう上手な休息ができない人がメンタル疾患になったり、メンタル疾患が治らないっていうことが言えるのですね。そういう上手な休息ができてるかどうかってことをまず確認していただきたいということ。リラックスして休めてるのかどうかってことですね。実際にこういう質問を送ってくるということは、のんびりしていいのか悩んでるっていうことは、多分のんびり横になりながら、これで本当にいいのかしらみたいなことを考えてるっていう証拠なので、多分うまい休息っていうのが、上手な休息っていうのが取れてない可能性が高いというふうに思うのです。何もしたくないっていう時は、やっぱり調子が悪い、あるいは脳が疲れているっていう兆候なので、無理してそこで何かすると余計調子が悪くなる可能性が高いですよね。だから、調子が悪い時は休み、普段より調子がいい時に活動するっていうのは、メンタル疾患やうつ病の人もそうだし、普通の人でもそうなんですけども、それがうまくできないという人が多いと。ついつい無理しちゃうんですね、みんなね。あるいは普通に仕事ですごい疲れてるのに、せっかくの休日だからって言って無理して外出して余計疲れてしまうみたいなね。疲れてる時は休み、元気な時は活動するっていうのは当たり前のことなんだけど、この当たり前がなかなかやっていくのが難しいってことがあります。なので、調子が悪かったり元気がなかったり、何もしたくない時は何もしないでいいということです。何もしないでいいって言ったのは、さっきも言ってるように不安なことを考えたりするのはダメです。頭を空っぽにしてポジティブで楽しいことに時間をね、集中していくっていうことが休養ということになりますね。あと、質問していただいた方、うつで10年ぐらいになるってことなんで、休養するときは休養なんだけども、睡眠運動朝散歩っていうものは生活習慣の基本としてですね、取り入れていかないといけません。そうしないといつまで経っても治らないってことになります。だいたい調子の悪い人は9時10時11時まで寝てたりする方が多いので、朝散歩っていうものをやることを一番お勧めしています。朝起きてから1時間以内に15分から30分ぐらいの散歩をするってことが、ものすごくセロトニンの活性を高めてですね、メンタルの治療に非常に効果的に働くということなので、朝散歩っていうのはしていただきたいです。じゃあ、調子が悪くて朝散歩できないんですって方が結構多いんですよね。そうした場合どうなのかっていうと、できる範囲でやってほしいっていうことです。15分の散歩が無理だったら10分、10分の散歩が無理だったら5分でいいので散歩をする。あるいは日向ぼっこっていうのは結構良くて、太陽の光を浴びてるだけでセロトニンっていうのは活性化しますので、家の中の一番明るい部屋にいて日向ぼっこを15分30分するっていうのでも朝散歩の代用になりますし、できればこういう皆さんの家から一番近い公園に行って15分か30分座ってるだけでも太陽の光を浴びるので、セロトニンって活性化するんで朝散歩の代わりになります。朝散歩できないってことになると、本当に光を浴びるだけでもいいし、外に出るだけでもね、だいぶ違いますので、そういった形で体を整えていく、セロトニンを整えていくってことで、朝散歩っていう習慣ね、これはやる気がない人でもぜひそこの部分だけは意欲を振り絞ってですね、やっていただきたいんですね。上手な休養の取り方という形で、休むときは休む、余計なこと、ネガティブなこと、マイナスのことは考えないで、頭を空っぽにして休むっていうことが真の休養であるということを覚えておいてほしいなと思います。